このブログではですね、この日本のこう成立とですね、日本人の道徳観というか宗教というかですね、社会っていうのを、だいぶ長い間にわたって整理してますけれども、日本人は自然をじっくり見ることによって、もちろんこの自然をじっくり見たっていうことは、日本が温帯の島国であったという極めてなんか幸運な環境がそうしたんですけれども、いずれにしても自然をじっくり見たことによって我々は自然の中にいると、だから自然を神様として敬うと、それから、人間というのは一人で生きてはいけないんだと、仲間と一緒に生きては生きるしかないんだっていうようなことを、まあはっきりと理解したわけですね。で、明治以来ヨーロッパの文化、ヨーロッパの文化っていうのは日本の文化よりか劣る文化なんですけども、進んでる文化じゃなくて劣る文化なんですが、その文化が個人主義というのを持ち込んでですね、それでまあ言ってみれば日本社会のいいところを削ってしまったということなんですね。私たち今生活を見ても東京とかそういうところに住んでおりますし、それから常に集団ですね、家族、まあ家族がまあ基本集団の基本的な単位なんですが、会社にしても学校にしてもあらゆるところに人間というのは一人でものができるわけじゃないんですね。ここに写真をちょっと貼りましたけど、この写真は、その第二特務艦隊の士官が撮った写真なんですけどね。だから、まあ人間というのはどんな時でも集団だと、仲間と一緒にやってるんだということですね。これが悪い方に、まあ何でも物事はあるいい習慣でも悪い方に効くということになるとまずいわけで、いい方にみんなで持っていかなきゃいけないわけですね。ですから集団主義っていうのも悪い面がゼロだとかそんなこと言おうとしてるんじゃなくて、やっぱり悪いことも悪い面もある、だけどその悪い面もできるだけカバーして、本来人間が生活すべき環境の下で生活するってことが大切だっていうことを思うんですね。まあこの第一次世界大戦でずいぶん前のことで、大正6年ですからずいぶん前のことなんですが、日にちは覚えやすい、大正6年5月4日ですから、だんだん数字が6、5、4と一つずつ下がっていくんですけども、その午前10時20分、日本からはるか遠方の地中海に派遣されていた日本海軍の帝国海軍の第二特務艦隊ですね、これがですね、非常に活躍をしたわけです。当時ヨーロッパでは第一次世界大戦激しく行われておりまして、イギリスの、まあ、特に海ではイギリスと、まあ、ドイツの潜水艦ですね、これが、まあ、真正面から衝突してたわけですが、イギリスの輸送艦トランシルバニア号がですね、ドイツ潜水艦の発した、まあ、魚雷がぶつかってですね、それで沈没すると。まあこの第二特務艦隊っていうのはイギリスが日英同盟、その当時日本とイギリスが同盟してましたからね、日英同盟に基づいてイギリスの要請を受けて、駆逐艦8隻だったですね、その後に4隻加わったから12隻かながですね、地中海で活躍するわけですね。佐藤少将っていうのがそれを引率します、指揮を取りますね。それでこの時はトランシルバニア号がドイツの潜水艦に発した魚雷が命中して、これで乗員が3000名ほどいたんですが、それを節減してですね、必死でこのドイツのイギリスの軍人を救い出すと、まあ、いうことをしたわけですね。こんなの別に当たり前じゃないかと、別に沈没する船に接近して救助するのは当たり前じゃないかって、そうじゃないんですね。この当時っていうか、まあそれ以後もそうなんですが、商船が襲われて、つまり輸送船ですからね、ほとんど防御ができないわけですね。輸送船が襲われて沈没するときに、他の船がそれを救助しようと思って近づくと、そこにもう一発ドイツの潜水艦からの魚雷が来るんですよ。そうするとですね、どういうことになるかっていうと、2隻とも沈んじゃうんですね。さらに被害が増えるんです。特にこの日本のですね、特務艦隊がトランシルバニア号を救助した少し前にですね、イギリスの輸送船が
魚雷がぶつかる。そしてイギリスの救助船がそこに近づいて、そして救助を始めたら、つまり救助船がその時も2隻いたもんですから合計3隻でやってたらですね、そこにもう一回ドイツの潜水艦の魚雷が来て3隻とも沈んでしまってですね、その時は将兵は6000名も死亡しちゃったんですね。そういうことがあってイギリスはですね、商船が、魚雷に当たって沈没する時に、魚雷狙われて沈没する時にですね、他の船が近くにいてもそのドイツ潜水艦を攻撃して沈没させる努力はしてもですね、救助するもう、それは人間ですから見るに見かねますよ。どん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 みんなが海の中落ちていって死ぬわけですからね。だから助けようという気持ちはあるけど、それをしてはいけないと、被害を増やすだけだと、とにかく近くにも、ドイツ潜水艦がいるんだからと、いうことだったんですね。もちろん日本の、駆逐艦もそれ知っておりまして、それで、危ないということは十分知ってたんで、救助に当たる時も必死になって潜水艦をまず攻撃してから救助に当たるということもしたんですけども、それでも限界があるわけですね。ですからこの出来事っていうのはですね、ヨーロッパの合理主義から見ると、とんでもないことだったわけですね。だから3000名の命をも捨ててもそこは仕方がないと、せめて我々ができることは攻撃式とドイツの潜水艦を沈没させるだけだと、いうことだったものをですね、日本海軍が非常にこの頃、訓練が厳しかったですからね、潜水艦の攻撃を防ぎながらイギリス の将兵を助けるっていう離れ技をやったわけですよ。それ以後ですね、もちろん日本の駆逐艦も時には魚雷を受けて、だいぶ60名とか70名を一瞬のうちに亡くしてしまったっていうようなこともあった、戦いですからそれはしょうがないんですけども、あったんですが、これを見てもう本当にイギリス人がびっくりしちゃったんですね。いや、さすがこの日本は、日露戦争の時に日本海海戦でロシア艦隊を全滅させただけのやっぱり力があると、いうことをみんなが認めたわけです。ともにですね、この時にイギリスと同盟を組んでいたフランスとかイタリアの軍艦の動き、軍艦というか海軍の船の動きって鈍くてですね、イギリス将校が感想を述べてますけども、イギリスと日本イギリス海軍と日本海軍はほぼ同じ動きをする。その半分の動きしかしないのがフランス海軍で、さらにその半分の働きしかしないのがイタリア海軍だとこういうふうに言ってるわけですね。ですからこの日本海軍の第二特務艦隊の活躍はですね、もう極めてヨーロッパでびっくりしちゃったわけですよ。要するに東洋の船がですね、もう全然ダメだと思ってた。もちろんヨーロッパは白人国家ですからねずっと差別してたわけですよ。それは、黄色人種を差別したのは黄色人種の方が能力が下だと思ってたからなんですね。ところが実際にやってみるとイギリスと日本がイコールで、フランスがその2分の1 イタリアがそのまたさらに2分の1ですからね。これはもう白人がなんつって威張ってられないってわけですよ。それでこれについてはその当時海軍大臣だったチャーチル、後に首相になるチャーチルから感謝状も行き、王様から勲章も行くと、いうふうになってですね、大変な名誉を日本海軍は得たわけですね。というかむしろもっとこの影響は大きくて、後に第一次世界大戦が終わった時にですね、日本は5大戦勝国の一つとして、あんまり大してその東洋の方でドイツ軍と少し戦ったっていうだけなんですけど、やっぱりこの第二特務艦隊の活躍によってですね、日本というのが認められたわけですね。で戦勝国になった。さらに、国連のですね、常任理事国になる。これが引いてはですね、次の戦争ですね、第二次世界大戦とも言うし、正しく言えば大東亜戦争と言うべきなんですが、その戦争が終わった後ですね、サミットっていうのが形成されると、皆さんもご存知の通り白人の国の中で日本だけが現在でもサミットに入ってますね。これは何を言ってるかって言ったら、やっぱりこの第二特務艦隊の
活躍というのが、その日本人というものを認めさせたってことなんですね。黄色人種っていうのは白色人種よりか一つ下なんだと、こう固く信じてたヨーロッパの人たちがもうびっくり仰天して、いやこれ日本人っていうだけは違うなと、これということで、私も海外に行きますとね、日本人に対する扱いっていうのは他のアジア人に対する扱いとはちょっと違うんですよ。他のアジア人をバカにするんじゃないですよ。だけどもやっぱり目の前でやっぱり業績を残すってことは実に大切なわけですね。でこのあと第一次世界大戦のあとパリで開かれた平和条約でですね、戦後の条約で、日本は人種差別撤廃条項というのを主張するわけですね。まあ、当時もちろん奴隷もいた、まあ、奴隷はまあ少し前にあれしましたけど、まだまだあの、ヨーロッパもアメリカも人種差別の厳しい時代でした。その時代に、まあ、日本は堂々とですね、人種差別撤廃条項というのを国際的に、主張するわけですね。採決には至りませんでしたけども、やはり各国ともですね、日本というのは有色人種の中で飛び抜けて優秀で、かつが真面目で頑張って、そして人間としても欧州の人間と変わらない、まあ僕に言わせれば欧州よりかずっと上だと、まあ、いうことが、まあ、現実的に分かった。そしてその我々その子孫はですね、今でもこの第二特務艦隊の活躍の恩恵を受けてるってことなんですね。まあ今学術会議なんかの問題が起きてますけども、私はあの学術会議の人たちが常に日本をバカにしてるんですよ。学術会議の人たちっていうのはもう本当に白人崇拝なんですね。日本はもうダメな国だ、白人はいい国だ、だから何でも白人の言うことに従っとったらいいという考えの学術会議の先生ってのは非常に多いんですね。それはヨーロッパアメリカに行って勉強してきたので、まあヨーロッパアメリカが自分たちの先生であると思ってるんですね。実は我々日本というものは日本文化の成果でこの現在の地位を確保してるっていうことは知らないんですよ。まあ、勉強してないですからね、学術会議の先生方っていうのは。まあ今日この日本の記念日の3にですね、大正6年5月4日、まあこれを日本の記念日である、それは起こったことっていうのは輸送船の救助ですから、まあ、大したことないってわけじゃないんですけども、あの大きな出来事ではないんですが、しかしそこで示された日本人の働きぶりっていうのは素晴らしかった、人間として素晴らしかった、まあ、いうことで、その後の日本の地位に大きく貢献したという点で、まあ、英雄だと言っていいと思います。